はいどうもコンシェルジュです。あのね、彼女とか彼氏とかに隠してたこととかあるじゃん。で、例えばだけどよくあるのが、まあ、あなたがいるね、あなた、これあなたで、これがその復縁したい相手、元恋人いるね、男でも女でもいいけど、ここがまあ別れてしまったわけですよ。で、あなたの元恋人、その元恋人の元々恋人が、あなたの元々前々恋人がさ、この人の親友だったりとか、で、ここ話してないの。ここ知らないとかさ、ね。なんか、その、隠し事があった。ね。言わなきゃいけないけど、言わなかったことがあった。例えばその友達とかも絡んできてて、友達との関係の中でこことここはこういう関係だったけど、でもこれって言ってないんだよね。付き合う時にこういう感じで、そのまあ実際付き合うことになったけど、あれってたまたまじゃなくて作戦だったんだよねとか、友達に協力してもらったんだよねとか、まあ、いろんなその隠し事というか、あえて隠してるわけじゃないけど言ってないことも含めて、そういう隠し事ってあるよね。でそれってさ、その復縁目指していく中で、特に他人、友達、共通の友達がね、京友がさ関わってくると怖いじゃん。この共通の友達がなんかバラすんじゃねえか、なんか言っちゃうんじゃねえか、今まで隠したことをその喋っちゃうんじゃないか、元カノ元カレに対して、だったら先に自分から白状しておいた方がいいんじゃないかとか、自分から言っといた方がいいんじゃないかとか、元カノ元カレにね、そもしくはその共通の友達にあれ言わないようにお願いね、別れちゃったけどあれは言わないようにしといてってお願いした方がいいんじゃないかとか、はい、これ全部小賢しい作戦になります。こんなことね、考える必要ないからね。うん。小賢しい小賢しい。こんなことで動いてたら、絶対それこそ前の動画でも言ったけど、寝首かかれて足元すくわれますよ。足元すくわれた後に返す手で寝首かかれるわ。死んじゃう。もう本当に大失敗になっちゃいますよ。何も動かなくていいです。そういう時は。一切何も動かない。何も言わない。何も対応しない。そこになんかこうくすぶってる、心配だなって、このここバレないかな、ここ元カノ元カレに言ってないことあんだよな、これな、これは怖いわ、バレたらっていうことは触れない、考えない、それだけで。今簡単なこと言ってるでしょ。女の子はすんなり、うん分かった、じゃあそう考えないようにしますって、いい意味で天真爛漫で、いい意味でちょっとその抜けたね、素敵な女の子、僕そういう女の子大好きだからあえて言うけど、そういうねバカな感じの可愛らしい女の子は、分かりました、じゃあ考えないようにしますっていう、だから成功する。男の子はなんでですかって言うんだよ。ここでそれ長い話になるから言ってないだけ。本当に長い話、こんなもの触らなくていいんです。それがセオリーなの。それが当たり前のこと。この当たり前を当たり前と受け止める、その前の動画でも言ったけど、プリキュア力が男の子のあなたにあるかっていう、純粋な天真爛漫な気持ちね、そういうのなければ、もちろん相手は女の子なんだから、女の子の感覚わからないと女の子とは復縁できませんよ、それはね。これには触れなくていいです。で、男性に分かるようにちょっと理屈っぽく少し解説するね。これは長い歴史が僕の中でもあって、でいろんな人もそう言ってて、でまあこれはもう真実なんで、こういう時にはその話題、バレちゃいけない話題には触れないってこと。でなぜかっていうと、自分から動くといいですか。自分から動くと自分の立場が胃の一番に固定されます。わかります。例えば隠し事がある、で共通の友達がいる、元カノにするか、今男の人に喋ってるんで、共通の友達がいる、この共通の友達に、じゃあさっき言ったように、ねえ、あのことさ言わないでおいてくれるって、別れちゃってるのは、別れちゃってるのは知ってると思うけど、あのことだけは言わないでくれるって、お願いしたとしたら、お願いしたっていうあなたの後ろめたいその立場が固定されるからね。そこから話が始まるんです。あなたの負けが確定から始まるじゃないですか、全て物語が。これはわかりますでしょ。あなたがそれを言っちゃった時点で、あなたの立場はそこに固定されて、足を釘でゴンゴンってこの足の甲を打たれても動けませんよ。そっからあなた対応しなければならないんですよ。
何が起きたとしてももう動けないの、言っちゃったから。ここで例えば共通の友達とそのトラブっちゃったとしても、だってあなたあの時言ったじゃんとか、最悪あの LINE の履歴見せられて LINE でフォローそうやって言ってんじゃん、何言ってんのあんたって、こう寝返られるというか、そういうことになっちゃったりとかしますよ。だから言わなくていいんですよ。これね、あの人とのコミュニケーションとか、特にあのネゴ、あの交渉、僕交渉とかすごく得意なんですけど、交渉の席においては非常に重要なこと、自分で自分の立場縛るんじゃねえよっていうことなんですよ。相手の立場と相手の発言によってこっちが後から自由自在に立場を変えます。それが勝つための秘訣なんですね。だから自分からその何かこう動き出しちゃったり対応を始めちゃったりすると、それが基本になるじゃないですか。そこで自分のスタンスって、例えばそのふわふわ宇宙の中に浮いてたとしたら、ピンと固定されちゃうことになるんですよ。そしてその後動くのは相手さ。じゃあ相手の方が有利じゃん。相手は自由自在に立場変えられるんだから。あなたが先に動いちゃったことで、あなたの立場が固定されるわけです。自分から何か行動することが必ずしも、特に人との関係においては正しいとは言えないことの方が多いです。ね。これはね、本当に分かっておいてください。だから言わなくてもいいんです。隠し事があっても、そんなの白状する必要ないし。バレたら、あったね、そういうことって言えばいいんじゃないですか。あったねじゃないよ、あれどういうことなのって。いや俺もよく覚えてないけど、確かあれはああでこうでああだったけど、まあそんな重要じゃなくないって言えばいいんじゃないですか。重要だよとかって言われても、いやその怒ることじゃないじゃんって、大丈夫かって、そんなのお前いつの話をしてんだいって言えばいいだけ。まあまあって、まあ大丈夫って言えばいいの。それだけ。それを僕は場当たり力と呼んでます。場当たり的に対応するっていうね、刹那的な対応ですよね。場当たり力、これ重要、ほんと重要。大丈夫まあまあまあってバレたとしても、そうやって言っとけば大体大丈夫なんですよ。やったことないから分かんない。やってみ、で女の子だったら、はいやってみますっていう天真爛漫で可愛いから。男の子だったら、それでとんでもないミスになっちゃったらどうするんだろう、こいつは責任取るんだろうかみたいな、そんなこと考えるでしょ。ダメだって、そんなこと考えてたら。場当たり力は高めてください。あの適当な方がね、もう人生は本当に簡単に動きます。自分から活動しない、行動しなくていいんですね。まあそのそれも時と場合によりますよ、よりますけど、今言ってんのはその隠し事がある場合にわざわざ言うべきかどうかっていう、元カノに言っといた方がいいんでしょうか、これ後からバレちゃったら絶対復縁できないかと思うんですがって、後からバレて復縁できねえことを今言ったって、じゃあ復縁できねえだろうって思うんですけどね。そうでしょ、そうなるでしょ。だからそんな復縁できないとかできるとか、これバレたぐらいでどうにもならないから、あなたがレベルだよね、レベル、その内容にもよるけど、あなたが何だろう、何年か前に人を殺したとかそういうやつだったらそれは復元できないよ、それがバレたら復元できないわ、それは。でもそんなのないでしょ、ないんですね。もっと小さなこと、さまつな問題というか、もう小さな問題で、それをさも重要に感じてしまう、場当たり力が低いから、問題になってから動けば、でこれをできる人は強い、本当に強い。交渉のそのシーンにおいても、あの蝶のように舞い蜂のように刺すのがこれ、場当たり力高い人。自分で固定しないからね、あのクワガタカブトムシみたいにこうやってドスンとこう自分で言っちゃわない、自分で立場を決めちゃわない、適当にこうやって話こう聞いててね、これあの肩かけるところでコーヒーこうやって飲みながらしばらく喋んないで、どう思いますって言われたら、何話ついたのって言って、じゃあ俺の意見言うけどって、話ついたのって、まあ聞いてるけど全部話聞いてんだよ。その上で一番有利な立場を一番最後に言うんです。ね、それが場当たり力じゃん。ね、この適当さを持ってないとダメですよ。
これはね、まあ本当に重要なので、意識しといてください。はい、今回は以上です。頑張っていこうね。適当さも重要ですからね。はい、コンシェルジュでした。頑張っていきましょうね。ではまた。